どうもクライネット奏者なおです。今日は雑談動画にさせてください。今日の話は、私の持論です。全くもって持論です。ですんで、いろんな考え方あると思うんですけれども、ちょっとどうしても言いたかったので話を聞いてね。今、YouTube で有名な演奏家って何人かいると思うんですよ。その中にはプロで一線で活躍されている方もいらっしゃるし、そうじゃなくて、音楽が楽しくてやってる方もいるし、まあ、自分みたいにビジネスでいくというか、自分の場合はちょっと異色でしょうけど、でやってる人もいるし、まあ、音大出てないけど、演奏活動で有名になって中高生から絶大人気を、ね、得てる方っていうのもいらっしゃいます。で、まあ、ウッツー先生とかね、そうだけど、自分はね、そういう奏者は必要だと思うんですよ。絶対的に。っていうのはね、なんていうのかな、音大卒って、肩書きにならないと思ってるんですよ。私が音大卒だけどね。音楽大学学んだからどうこうっていうことをね、叩く人たちがすごく今アンチの方で多いみたいで、自分もちょっと話聞いてるんですけれども、私から見てみると、音楽大学で学べることって、知識だけなんですよ。で、知識って大学行かなくても学べるんですよ。で、そういう意味でね、音楽大学を出てないことをどうこう言う人たちは、多分、それはね、実際の現場に出てない人たちがギャーギャー騒いでるのかな、かもしくは現場に出てて、現場っていうのは仕事、音楽の仕事の現場ね、で出てて、ひがんでるのかなっていう感じもしなくもないです。例えば宇津先生ってすごい登録者数も多いし、すごい、人気じゃない、中高生に。でもそれって他のプロの奏者から見るとすごく妬ましいと思う人たちがいるわけよ。でそういう人たちがひがみで言ってるんじゃないかなって私は思ってます。あとは外外野がギャーギャー騒いでるっていうのもあると思うんですけれども、まあ私は、音楽家というのは音楽屋でも、まあ、どっちでもいいんだけど、音楽で生計を立てようとしてる人や立ててる人に関しては出身大学とか出身校って関係ないと思うんですよ。その人が音楽でどれだけの人を感動させられるかっていうところだけだと思うんですね、音楽家の使命って。あと喜んでもらえるとか楽しんでもらえるとか、そこはやっぱりエンターテイナーでもあるわけですから、音楽家って。でそこができてる彼らは十分プロのプロ、まあ飯食えてるか別として、プロフェッショナルだと思うわけですよ。でそれをね、妬んだり、それが音大出てないからどうこうっていうのは私は違うと思います。音楽家っていうのは別に人を音楽で楽しませれれば、それでまあ音楽家としての要件は成立すると思ってるし、逆に専門でね、勉強した人たちが、どれだけこの業界を壊してきたかっていうのを私は身をもって知ってるわけで、そこら辺もうちょっとあなた方は理解しなきゃいけないんじゃないですかって思うんですよ。今の若手がなんで生活苦に陥ってるかっていうと、それはその先輩たちや上の世代が、音楽業界を荒らしてきた結果なんですね。でこれはすごく厳しいことを言いますけれども、顧客と向き合ってこなかった音楽家たちの末路なんですよ。でそれすごく難しい話してますね。これも中高生多いのにこんな難しい話していいのかなと思うんですけど、みんなが求めているものを提供してないからクラシック業界は衰退していくんですね。でそれをどうにかしようと思って活動してるのが、私も含めてそういう若手の音楽家だったりとか、まあ、いろんな人たちいるんですけれども、で人々が求めるものを提供できない産業っていうのは必ず滅びますよね、どう考えても。でそれが今のクラシック業界なわけです。で吹奏楽業界も危ないと思います。でそれはね、やっぱりその価値観がね、音楽に向いてないんですよね。吹奏楽は競技になっちゃってるし、クラシックのオケとかソロの世界は、自己満足の世界になりかかってますね、私が客観的に見ると。で、音楽っていうのは人に認められてこその音楽だと思うわけです。で、まあ、ジャスラックはあの低たらくだしね、それに加えてあんなむちゃくちゃなことしてるし、もう
ぐちゃぐちゃじゃないですか、正直言って。だから、そういうのをやっぱり壊さなくちゃいけないって思っていて、私はそういう意味では音楽大学を出てない人が、音楽活動をして、ね、生計を立てるっていうのは私非常にいいことだと思ってるんで、逆にそれを叩いてる人たちっていうのは、既存勢力の人たちなのかなとか、思い込みが激しい人たちなのかなって思ってしまうわけですよ、ね、で、楽器が上手で非常にいい音楽をする人がいればそれでいいわけじゃないですか、ミュージシャンって。それ以上ないでしょ。あと見た目がかっこいいとかね、自分は全然そんなことは永遠にそういう目で見られることはないんでしょうけど、見た目がかっこいいだとかそういうこともあるんでしょうけども、とりあえずその音楽でね、人を楽しませれるってことが音楽をやるという上で非常に大切なことですから、だってみんな音楽家を目指すきっかけってそうだったでしょ、多分。今プロの人たちにこう言ってますけども、それかアマチュアの人たちでも音楽を始めたきっかけってそうじゃない、音楽が好きでやり始めたか、あの人かっこいいな、ああいう演奏できたらいいなと思って始めたわけでしょ。でそれを始めてて突っ走って自分がやってることがそれに見合ってるかっていうと、そうじゃない人たくさんいるわけですよ。でそれはやむを得ずそうなってるパターンもあるし、自分がそれを忘れてしまってね、突き進んでるパターンもあるわけですね。で、音楽はご飯を食べる手段じゃなくてもいいわけですよ、極論。なんていうのかな、プロの人たちは、かたくなにその生活するためって言っていろんな神経削ってますけれども、一回ちょっと肩の力抜いて自分が相手をどれだけ満足させられてるかってことを一度考え直していただきたいと思いますね。仕事を取るためにどうこうとか、あと周りに気に入られるためにどうこうっていう行動をしてませんかっていうのをね、すごく言いたいわけです。音楽っていうのはコンクールで上位を取ることが目的でもなければ、偉い先生方に褒められるのが目的ではないはずです、はっきり言って。で、それ忘れてませんかって話なんですね。それはプロの人たちにも言うし、今アマチュアとか、中高生の人たちにも言ってるんですけれども、あと先生方もう全員ですね、音楽にかかってる人全員に言いたいんですけれども、人を楽しませることができなければ、人を感動させることができなければ、それは別に意味のないことだと思いますね。音楽を伝統として捉えてそれを着実に伝えていくことも大事かもしれませんけれども、それは指示があってこそのね、ことであって、それに指示がなければどうこうもないわけですよ。だから例えば日本の雅楽とか歌舞伎とか芸能ってたくさんのファンがいて、落語もそうですね、たくさんのファンがいてで支えられてるわけじゃないですか。でも日本のクラシック音楽ってそのファンと向き合ってきてないもんだから、支えてくれるファンがどんどん減ってきてるってことに気づいているでしょうか、皆さん。ということでね、だって日本こんだけ音楽やる人いるんですよ、吹奏楽文化で。なのに演奏会がガラガラじゃないですか、あちこち、ね、自分たちがなんで演奏会がガラガラになるのか考えてみましょう、プロの人たちは。で、ゲーム音楽、アニメ音楽の演奏会がなんで満員になるか考えてみてほしいと思います、ね。それは広告とかもありますよ、広告戦略とかもあるけれども、それ以前に自分がやってる音楽が人々に認められてるか否かってことはちょっと自覚してほしいなって思うわけですね。そういう意味でも、原点に戻りますけれども、くだらない批判だと思います、音楽大学出てる出てないとか、この人に指導を受けたら将来ね、ああなるこうなるとか言ってる人たち言いますけれども、関係ないですよ、正直言って。その子が伸びる伸びないっていうのは個体差ありますし、例えばね、音楽大学出てない人から指導を受けたからってその人は伸びないとは限らない、むしろ伸びる可能性もあるわけ。だって音楽大学って固定概念を埋め付けられるところだから、固定概念のない人の方がすごくいいレッスンできたりすることもあるわけですよ。だから海外留学行った人がね、すごくいいことになったりするでしょ。日本の音楽大学を批判するわけじゃないですけれども、日本の音楽大学の固定概念じゃないところで学んだ人っていうのはそれはそれでね、いい先生になったりすることもあるわけですね。ということは逆に音楽大学全く出てなくてもいい先生になることは
可能性は多々あるわけですよ。それを勝手な決めつけでね、やるのはいかがなものかなって話戻りますけど思います。ということで、まあすいません、宇津先生の話題を別に中心にするつもりはなかったんですけれども、まあその他ね、いろんなミュージシャンいると思います。それはプロね、専門学校とか音大出てる人出てない人たくさんいます。で、まあ、普通の大学出てプロになる方もいらっしゃいます、ね、音楽家っていうのは別に資格がある仕事じゃないですから、別にね、自分が今日からプロだって言えばプロになってしまうわけで、うん、それで支持を集めてる方々がいる以上、やっぱり今の現状の、クラシック音楽大学出てクラシックでプロでご飯食べてる人、ご飯食べようとしてる人たちは、認め合わなくちゃいけないのかなっていう感覚でいますし、私はそうだと思ってます、ね。クラシック業界だけなんです、ジャズポップスは、アマチュアからプロになるケースがあります。でクラシック業界もあっていいと思っていますね、実力差は生まれないと思ってます、努力で。だからそれはやっぱりその音楽大学っていう一つの、ね、期間を出る出ないで話をまとめるのではなくて、やっぱりそのね、普通に上手い人が演奏で、ご飯を食べるっていうね、この基本的な概念じゃないや、原則にのっとって、やっぱり音楽業界っていうのは進む、まあ、クラシック音楽業界っていうのは進むべきだと思ってますんで、まあ自分の言いたいことはそういうことでございますということで、あとやっぱりその垣根がなくなるといいなって思います。クラシック音楽とかジャズとかポップスの垣根もそうですし、その派閥って言われるものね、クラシック業界なんかすごいですけれども、その、まあ、そこはもう壊せないと思うけれども、まあそうじゃなくて、例えば学校の派閥だとか、あと先生の派閥とか、そういうのは少しずつなくなっていけばいいのかなってすごく思っておりますということで、はい、まあちょっとね、自分の言いたいことをベラベラ喋る日っていうのもたまにはあっていいのかなと思って喋らせてもらいました。何か意見とかあれば気軽にコメントください。アンチでもいいよ、待ってるよ、返答するからなんて、まあそんな方いらっしゃらないと思うけど、自分の動画の人すごくみんな優しいんで本当にありがとうございます。じゃあまあ今日はこんな感じでね、ちょっと言いたいこと喋っちゃいましたけど、まあ明日からまた演奏動画とかレッスン動画上げていくんで、よろしくお願いします。では失礼します。